この宇宙にはポジティブ自己肯定という夢や思考を叶える法則が存在しています。発毛があなたの夢なのであれば、自分を愛することで髪の毛が生えるというのは劣気とした宇宙の法則です。バシャールは言います。自分を愛し、自分自身を受け入れることで、宇宙はあなたに健康的な髪の毛を与えてくれます。あなたの髪の毛は今、あなたがすべて受け入れ、自分自身を愛すことを待っています。あなたの愛が髪の毛に届くと、不思議なことに髪の毛は生まれ変わります。髪の毛は自分自身を愛し、自分自身を受け入れることで、どんどん美しい髪の毛に変わっていくのです。これは物理世界においては信じられない話ですが、宇宙次元では当然のことなのです。なので、自分をとことん愛し受け入れ、今の自分に自信を持っていきましょう。これはすべてバシャールの引き寄せ理論と絶対宇宙の法則なのです。それでは、その理論、その法則に従ってアファメーションを始めますので、頭の中で復唱していきましょう。可能であれば声に出していくと効果絶大です。それでは始めます。私は自分自身を愛し、髪を思うだけで抜け毛が収まります。宇宙は常に私に働きかけていて、美しい髪の毛を生やすために必要なすべてを常に提供してくれています。私の内なる宇宙のエネルギーが髪の毛をどんどん生み出しています。私は宇宙の神秘的なエネルギーとともに、美しい髪の毛を受け取る準備ができました。私の髪の毛は宇宙エネルギーの流れに乗り、健康でとても美しいものになっていきます。私は自分自身を愛することで宇宙と一体化し、その愛がそのまま髪の毛に注がれているのを感じています。私はすべてに感謝し、自分を愛し続けます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。私は自分自身を愛し、髪を思うだけで抜け毛が収まります。宇宙は常に私に働きかけていて、美しい髪の毛を生やすために必要なすべてを常に提供してくれています。私の内なる宇宙のエネルギーが髪の毛をどんどん生み出しています。私は宇宙の神秘的なエネルギーとともに、美しい髪の毛を受け取る準備ができました。私の髪の毛は宇宙エネルギーの流れに乗り、健康でとても美しいものになっていきます。私は自分自身を愛することで宇宙と一体化し、
その愛がそのまま髪の毛に注がれているのを感じています。私はすべてに感謝し、自分を愛し続けます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。私は自分自身を愛し、髪を思うだけで抜け毛が収まります。宇宙は常に私に働きかけていて、美しい髪の毛を生やすために必要なすべてを常に提供してくれています。私の内なる宇宙のエネルギーが髪の毛をどんどん生み出しています。私は宇宙の神秘的なエネルギーとともに、美しい髪の毛を受け取る準備ができました。私の髪の毛は宇宙エネルギーの流れに乗り、健康でとても美しいものになっていきます。私は自分自身を愛することで宇宙と一体化し、その愛がそのまま髪の毛に注がれているのを感じています。私はすべてに感謝し、自分を愛し続けます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。私は自分自身を愛し、髪を思うだけで抜け毛が収まります。宇宙は常に私に働きかけていて、美しい髪の毛を生やすために必要なすべてを常に提供してくれています。私の内なる宇宙のエネルギーが髪の毛をどんどん生み出しています。私は宇宙の神秘的なエネルギーとともに、美しい髪の毛を受け取る準備ができました。私の髪の毛は宇宙エネルギーの流れに乗り、健康でとても美しいものになっていきます。私は自分自身を愛することで宇宙と一体化し、その愛がそのまま髪の毛に注がれているのを感じています。